皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラコワイルナの飛鳥カマイフです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はリフトを使った花のハンドモーションについて説明します。花のハンドモーションはレッスンの中でもビギナーの方からベテランの方にかけて、まんべんなくよく質問があるものの一つです。で、今日は特にベテランの方に向けてリフトのハンドモーションを使った説明をしていきたいと思います。花のハンドモーションは4拍で作ることが多いです。まず基本形から説明していきますね。基本のになる形は斜め前に出したのがひっくり返ってお花、このように作ります。4拍で説明すると1拍目、2拍目、3拍目で、4拍目は次のハンドモーションへとの移動のカウントになります。では基本形を踏まえた上で発展となるリフトを使った動きを説明したいと思います。で、分かりやすいように片手で説明しますね。で、1拍目はリフトになります。リフトというのは肘を折ることで手首の力を抜きます。このような形です。で、2拍目は腕を回転させます。リフトのまま腕を回転させて、で、3拍目で今これ親指が離れている状態なんですけど、3拍目親指を寄せていけて花の形になる、このような動きです。今から悪い例をします。悪い例というのはリフトを使っているんですけれども、回転するときにこの手首の近くの筋肉を使って回すといったような例になります。ではいきますね。3、はい、1、2、3。今から正しい例をします。正しい例というのは回転するときにこの肘の近くの筋肉を使って回転するといったような例になります。ではいきますね。3、はい、1、2、3。正しい例と悪い例を比較してみましょう。正しい例の方は腕の回転も滑らかで、ハンドモーション全体が柔らかい印象だったと思います。それに対して悪い例はぎこちなくわざとらしい印象だったと思います。このようにリフトを使って腕を回転させながら花のハンドモーションを作ると、とても滑らかで柔らかい形を作ることができます。ぜひ練習に取り入れてみてください。今日はリフトを使った花のハンドモーションについて説明しました。ポイントは花のハンドモーションを滑らかに作りたい場合、1拍目にリフトを入れるです。ありがとうございました。この動画を見て参考になったと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。またリクエストがあればコメント欄にご記入ください。では次の動画でお会いしましょう。